ちょっとこの前オーディオインターフェースがベイビーフェイスがちょっとうまく使えなくて、で、オーディオクラスというなんか USB の、オーディオインターフェースを、ドライバーなしで動かせるものとそうでないものがあったりとか、なんかいろいろあるらしくて、この ADI-2 Pro っていうのはそもそも Mac でもドライバーがなくても、使えるものなんですね。なのでちょっとこれを試しにつないでみたいと思います。このハブに、USB、 あ、そうだ、そうなんです、Apple Pencil とスマートキーボードが到着しましてですね、やっとこの状態で使えるようになりました。まあでもちょっとね、この Apple Pencil はこれ使ってるとこの手が使えないのが不便だなってのがあって、まあ、DAW だったらこう鍵盤引きながらタッチできた方が効率はいいんじゃないかなという気はしますね。ユーザーインターフェースとしては Apple Pencil 使わなくてもできるユーザーインターフェースの方が、いいんじゃないかなと思いますね。で、ADI-2 Pro これね、パッチベイトをしてこのタクにオーディオアウトを入れます。電源オン、順番はどうなんだろう。お、 USB モードアクティブ来ましたね。まず何はなくても YouTube を出してみようかな。そう、これね、お、来た、来ましたね。あ、来た来た来た。おお、あれ、おかしい、左の方が大きいな、これか。お、でもちゃんと出てますね。この大きいスピーカーで鳴るだけでなんか iPad でやってるって感じがちょっとしないですね。素晴らしい。おいける。で、あ、なんだっけ、キューベーシス、果たして音が出るのか。鳴りましたよ、素晴らしい。ということはちょっと今度 ADI-2 Pro はもともとオーディオ USB オーディオクラス対応なので、まあ、割と鳴るのは予測できてたんですけど、ちょっとこっちのベイビーフェイスが結局どうなのかもう一回確認してみます。電源は来ましたね。ん？来ない。そう、それで RME のトータルミックスを入れるとって話があったので、トータルミックスダウンロードしました。トータルミックス、これですね。これで認識してるのか。あー、来てないな。ファイヤーフェイスでもなんか電源をちゃんと取れればどうのって話もあったんですよ。今これバスパワーなので、まあバスパワーで電源いってるから行くのかなと思ったんですけど、そういう問題じゃないんですかね。ベイビーフェイスまたつかず、とりあえず ADI-2 Pro に戻ります。ああ来ましたね。よし、オッケーオッケーオッケー。次にこのネイティブインストゥルメンツのキーボードを対応してるとは書いてなかったんですけど、繋いでみたいと思います。この状態で繋いでいいのかな。お、来た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 。来ましたね。ほうほう、来ましたね。ミディキーボード88件いけました。ということはキューベーシス2でオーディオインターフェース経由でこういう大きいスピーカーとかタクに出して、でキーボードで入力してっていうことは、まあ、できるっていうことが分かりました。次にちょっとマイクで、マイク入力どうなるんですかね。まず使い方がよく分かってないっていうのが、どうやってやるんだこれ。
おお、全然わからない。全然わからない。これキューベース使ってる人だとわかるんですかね。わからん。ソフトウェアの使い方がわからない。やばい。全然わからない。あ、ピアノ出てきた。違うんだよ。ミディじゃないんだよ。オーディオあった。これで、わかりましたよ。ちょっと一回このボリュームを落としておいて、アッド、オーディオ。で、これで、あ、こんな感じ。聞いてみましょう。おお、なかなか癖でスペースキーを押したんですけど止まんないですね。これなんか思ったより音よく取れてますね。まあ、このマイクも今このブルーのマイクから、ニーブのプリアンプ通ってこれに入ってますね。でそれを取ったんですけど、もう普通にいい音で取れてますね。これそうか、例えばブースにミュージシャン入ってもらってクリップとオケを聞きながらマイクの音を取って、まあ、できるよな。普通になんか問題あんのかな。レイテンシーか、レイテンシーがどんぐらいなのか、ちょっとヘッドホンで聞いてみよう。これお、ちょっと待ってくれ、これ入れないと。あ、これか。録音ボタンとこのスピーカーマークがモニターか。あ、うわ、めっちゃ遅れてるな。サンプルレート24ビット、 44K。 お、96K までいけんだこれ。96にしてみるか。で、オーディオ、ハードウェアレイテンシー、ウルトラロー、ラージレコーディングバッファー。ラージバッファーってことは、バッファーが増えるから遅くなるのかな。あ。遅れてるよな、めちゃくちゃ。あ。いや、めちゃくちゃ遅れてんな。こんなんじゃダメだな。そうか。どうやってやるんだ。わからないけど、とりあえず録音はできるってことはわかった。ミディの打ち込みは問題ない。で、マイクで撮るのもとりあえずはできるというところまでは分かりました。このレイテンシーの問題は、まあ、このハードウェアの問題もあるかもしれないし、ドライバーとか、ちょっとまだまだインターフェースによってはゼロレイテンシーでできるかもしれないし、ちょっとそこはまだ課題ですね。で、あと、キューベーシスだと、テンポトラックがなくて、途中でテンポチェンジができないっていう話を聞いたんですね。多分この表紙も変えられないのかな。それは結構作曲レベルで考えると、致命的かなという感じはしますね。まあそこはまあおいおい解決してもらえればという感じで。あ、そう、あと思ったんですけど、これスペースキーがせっかくあってもこれ再生できないのどうかと思いますよね。こっちのキーボードならできるんですかね。全然反応しないね。そうですか。キーボード聞くけどスペースキーで走ってはくれないのか。全然テンキーとかも言ってくれないし、結局これでやってことか。キーボードは当てにしていけないと。これはもう文字入力と。だからやっぱりキーボードとマウスでやってることをここに持ち込んじゃいけないってことなんだよね。Go に行っては Go に従えで、これのユーザーインターフェースでやんなきゃいけないんです。だから本当に完全にスイッチしないといけないですね。スイッチして自分がこっちに寄せるぐらいのつもりで、まあ、元はといえば楽譜で作曲してた人たちからしたら録音してメモが取れるだけでもすごいありがたいわけですよね。そのフォーマットに変わってきて、 MIDI なんかも最初はハードウェアのシーケンサーでもう2行しか情報が見えない状態で、まあ、そこであとはボタン、物理ボタンでこうやってましたけど、それでやってたんですから、これでできないことはないはずなんですよ、作曲っていうものが。なのでこれはキーボードを使うという概念は捨てると。マウスとかの感覚も捨てる、まあ、かといってどうしたらいいのかさっぱりわかんないんですけどね。そうか、そうだよな。まあ、でもこうやって大きいスピーカーで音が聞けて、ミディキーボードもでかいのを使えてっていうだけでも、なんかちょっと本気作曲マシンに一歩近づいた感じはしましたね。ソフトウェアシンセもちょっとこれ今付属の音源しかないので、まあそんなにピアノとかも全然いいとは思えないんですけど、まあそれじゃダメですよね。ある程度本ちゃんも作れるぐらいじゃないと嫌だし、一瞬大きいディスプレイに映して
やったらどうなのかなとか思ったんですよ。今 MacBook Pro が、本体でもできるけど、スタジオにいるときはこういう風にでかいディスプレイに映してやるとって思ったんですけど、まあ、それ考えたらこれタッチパネル全然意味ないし、あ、だからその考え方もやっぱ捨てないといけないんだなっていうのがあったし、いや難しいな、難しいけど、うん、別に諦める必要もないし、うん、まだまだ続行ですね、しばらく。でもなんとかこれを本ちゃんまでこれで作る作曲家になりたいんですよ。うん、ミックスとかはまあしょうがないかなと思うんですけどね。アウトボード使うこともあるし、あ、よくわかんなくなってきたな。とりあえず iPad のアクセサリー関係ももう少し調べてみたいと思います。そんなところです今日は。